コンスタンティノス・ドゥカス・パレオロゴス・ポルフィュロゲネトスは、東ローマ帝国の皇族。1261年秋、皇帝ミカエル8世の三男として、コンスタンティノポリスに生まれる。母は、テオドラ・バタザイナ。父ミカエル8世は、同年の8月15日に、ラテン帝国からコンスタンティノポリスを脱会しており、その直後に、帝都で生まれたコンスタンティノスは、 真のポルフィロゲネトスであるとしばしば呼ばれた。現在のイスタンブール旧市街の北西部にあるポルフィロゲネトスの宮殿はコンスタンティノスにちなんで命名された。伝承によるとコンスタンティノスは父ミカドから先生校よりも上位の称号を与えられたという。1280年コンスタンティノスはマケドニアにいたセルビア人と戦った後に小アジアのトルコ人。 略奪者攻略を命じられ、メンデレス川渓谷から略奪者たちを相当した。後に、コンスタンティノポリスにストーディオス修道院を再建した。1293年6月、兄の皇帝アンドロニコス2世から定位ダッシュの祭儀を被って捕獲された。1299年にテッサロニキに連行された後、アタナシオスの修道名を名乗って修道院に入った。 1306年5月5日、コンスタンティノポリスで死去。リボス修道院に埋葬された。1290年頃、ノルマン系貴族の出身とも言われるイレーネー、ラオーライナと結婚し、一男、ヨハネスを設けた。ありがとうございます。